はい、皆さんこんにちは、赤山翔です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はね、特にですね、これといったテーマをですね決めずにですねお話をね始めてしまってですね、で大体今話をねして終えた時にですね、大体どんなような話だったかってことをですね、まあタイトルにしてですね、いつものようにね話をしていきたいと思いますけれども、今日も、ニコンのカメラのですね雑談をさせてください。今日今ですね、冒頭にですね皆さんの、目前にありますのはニコン F3P ですね。あ、そういえばね、F3P っていうね読み方に関して、F3 プレスっていう風に読むんですよっていう風にね、まあ、何度も教えてくださってる方ね、本当にいつもコメントありがとうございます。単に私はですね、F3P っていう風にね呼んでいましたのでね、 F3P という風にね称させていただいてますけど、確かにF3 プレスというね言い方は中古カメラ店さんなどでね F3 プレスっていう風にねこう呼んでねいらっしゃることもありましたね。ただ私のですね、付き合いのあったですねサービスマンの方たちはだいたい F3P っていう風に言ってたんで、私もずっと F3P っていう風にね呼んでたんですけど、果たしてねニコンでは正確には何て呼ぶのでしょうか。はい、ちょっとまたね確認ができる場合があればですね、その辺もですね確認してみたいと思います。あ、ところでね、ニコン F3P をね今お見せしてるということなんですけどね、これ以前私がね F3P を操作してるね動画をご覧になってね、あれってね多分お気づきになった方もねいらっしゃると思うんですよ。でほとんどね生撮りで無編集で、よっぽどねこうね、例えばこれはちょっと間違ってたんで世の中に出してはいけないなって時はね、時折ねこう動画をねめったに編集しないんですけど、こう遡ってですね切ることもありますけどね、まあでもそのですね今ですねからお話しすることはですね、まあ編集することもなかったので、編集するレベルではないと思ったので編集しなかったんですけど、この F3 のですね MD4 の電池交換をですね私が話しながらするときにぎこちないシーンがあったっていうふうにね思われてる方なんか覚えありませんか。これをねなかなか入らないみたいなね、なかなかはまらないみたいな、それ実はねこのですねバッテリー、ほらバッテリーケース、これ壊れちゃってるでしょ。これね、まあ実際これはね何個かある中でこんなにね壊れてしまったものがね今ね見つけてね来たんで、これはもう使えないなと思ってですね皆さんにお見せするんですけど、経年劣化でこのプラスチックがですね割れてきてしまってですね、でこれねダメになっちゃったんですね。でこれです、このですねケースそのものだったんですけど、これですねこの接点も外れてますけど、ここにこれはまってるわけですね、これね。でこれねご覧ください、これもうひび入っちゃってます、ひびが。これね経年劣化でほらこれもうペラペラになっちゃってます、これね。ほらちょっとライティングでわかるかな、これもうひびが入ってますね、これね。でそれでですねもうこの接点が外れてしまうような状態でしてね、それで電池を入れてたんで、どうやらねこのね金具が引っかかってたんですよね。それでこの MD4 にですね差し込むことがちょっとなかなかできにくかったということでね、私もねおかしいなと思っててですね、バッテリーケースがいかれたんかなと思ったらね、案の定ね壊れちゃってました。でそれでですねいくつかですね今うちにですね余分があったので、で今ですねこの MD4 にですねこの新しいという、まあ新しいというか壊れていない電池ケースがあったんで、これをですね差し込んで、はい、もうねワンタッチでつけますんでね。最初ね MD4 のここのねこの電池のケースの留めのですね部品がね壊れたんじゃないかなって一瞬思ったんですけど、そうではなかったです。バッテリーケース自体が壊れてましたね。これほら皆さんね普通に作動しますよね。ねもちろん今ねシングルモードがね作動すれば連射もできますからね、もうやっぱりこう今でもね現役でね生きてるんですけれどもね、さすがのねニコンもねこうプラスチックのですね経年劣化には勝てなかったというところで、だからこれね部品がたまたまねうちにね何個もこれ余分があったからよかったんですけどね。でそれなんでかっていうとね、これね MD4 がねやっぱりいくつもあった中で本体が壊れたので廃棄したりねしたような結果、この部品をですね取っておいたんですよ、なんかあった方がいいかなと思って。だからどうしてもね経年劣化のところまでは思ってなかったんですけど、さすがに劣化しますね。でこれはですね気がついてませんでしたけど、完全にこれ取れてます、これ折れてしまって、これがさっきね
あのカメラバッグ、ね、の中にいろんなアクセサリーを突っ込んでるんですけど、その中にあったもので、ね、壊れてましたね、これね。だからもうこれね、もう余分があとないのでね、壊れてしまったらもう終わりですね。さすがにこのですね、バッテリーケースをね、こう何かな、メルカリとかで出すにしてもね、めったに出てないと思うんですよね。あ、メルカリの出品者がね。だからなかなか手に入れることはね、難しいので、大切に使わなきゃいけないですね。まあ、しかしまあ今日ね、冒頭でこの F3P をね、もう出したというね、理由はですね、まあ先日ですね、ZF のですね、スペシャルエディションが出るとしたらね、こうフィルムカメラのようなね、金属感のカメラが出たらいいなだなんてね、私の妄想を話をしましたけどね、やっぱりこう改めて最近はですね、赤山修チャンネルで、ニコンのフィルムカメラをいろいろ紹介させていただいている中でね、やっぱりこう手に馴染むというか、まあ以前ね、メインで使ってましたからね、この F3 もね、仕事で毎日のように持ち歩いてましたからね、こうやってね、こう握るとですね、その当時のことを思い出します。このね、モータードライブに MD4 のこのグリップ感ね、こう滑り止めのゴムを貼ってですね、こう寒冷地のね、冬は寒い山陰のですね、こうカメラの冷たさをですね、このゴム針で持ってしのいだりね、あともこのね、シャッターボタンをですね、幾度となく押したことでしょうね、これね。まあ当時は MD4、 このモータードライブ MD4 がですね、装着されて F3 が私の標準仕様でしたからね、ボディ単体で使うことはまずなかった。ボディ単体で使ってた頃っていうのはね、写真学生の時ですかね、高校ですね、3年間ね、こう鳥取県のですね、境港市にあります、ね、鳥取県立境高校というね、高校を私ね、出たんですけどね、その高校を卒業しまして、ね、当時、東京のお茶の水にありました、ね、東京写真専門学校にですね、入学して2年間、ね、こう専門学校でね、当時写真の勉強をしたんですけどね、その当時は、2年生の時はですね、スポーツ新聞社で毎日のように仕事をアルバイトでしてましたんでね、この F3 のモータードライブというのをね、もうつけたものを毎日毎日ね、持ち歩いてね、仕事をしてましたけど、学校に行く時はですね、まあ大体まあモータードライブをつけていると、先ほどね、私がお見せしましたように、単三電池8本がこれにですね、入れてあって、単三電池8本でこの F3 が動くわけですね。でそれで F3 単体でね、ボディ単体で動かす時はですね、これお見せするならば、この F3 チタンがありますけどね、まあ今これですね、本当に実用してないんで、で電池が入ってませんけど、ここのです ね電池室にですね、ボタン電池が2個入るわけですよ。でそのボタン電池を2個入れないと、この F3 は動きませんね。でちょっとそれでですね、多分お詳しいことはね、緊急作動レバーどうしたって話になるんでね、まあ緊急作動レバーの話をするならばね、このですね、緊急作動レバーを動かすことによって、メカシャッターで約60分の1が切れます。で手で巻き上げて、ね、機械シャッターが約60分の1で切れます。これ以前コメントいただいたんですけどね、メーカーの説明書にはですね、約60分の1というふうにね、記載してあります。でそれとあとタイムロス、ね、このシャッターダイヤルを T にすると、ね、でこのメカシャッター、ね、この緊急作動レバーを倒すと、はい、ミラーが上がって、そのまんまシャッター幕も開いたままです。でこれは三脚に固定してですね、まあ、大体そのシャッター幕を開放した、まあ、バルブ撮影のような撮影ね、長時間露出、例えば星を撮ったりとかするときにね、このような機械シャッターを使うことによって、F3 の内部のですね、電池を使わなくても済むような、そういうやり方がこの緊急作動レバーを使ってもできます。でただ話は戻りますけどね、まあ、でこのタイム露出をね、元に戻すときはこのシャッターダイヤルを動かすと、はい、元に戻りましたということで、ね、だからそれであとはこの T 以外のところで言うと、緊急作動レバーはですね、約60分の1でシャッター切れますね。それでですね、話が戻りますけど、この MD4 をつけるとですね、ね、この F3 単体で動かすのにボタン電池が2個必要なんです、ね、今で言うとそうですね、アルカリ電池というんですかね、アルカリボタン電池ですか、コンビニにも売ってますよね、ちょっと正式名称はね、間違ってるかもしれませんが、当時は G13、 アルファベットの G、 ABCDEFG の G の13というタイプのね、
電池をですね2個入れるようになってまして、そのボタン電池が2個入っていないと先ほどの緊急作動レバーでしかシャッターが切れないのが F3 ね。しかしね、モータードライブ MD4 をつけると、 MD4 をつけると単三電池8本でボディ側のね、その酸化銀電池もしくはアルカリ電池のボタン電池のね2個分の電池もですね、この単三電池8本で賄えるということなので、当時学生時代にですね、ボタン電池1個が当時そうですね、正確に言うと酸化銀電池だったんですけど、酸化銀電池が1個ねかなり高くなってしまってね、もう1000円ぐらいしたんじゃないかな1個かな。でそうなるとですね、やっぱり電池もね、やっぱり頻繁に変えなきゃならないんですよね。まあ F3 って電池が思ったより長持ちはするんです。だから酸化銀電池を入れれば、しばらくは使えるんでね、普通に趣味で使ってる時にはですね、ほとんど電池交換もしなくても済むんですけど、やっぱり毎日のように持ち歩いてますとね、ボタン電池も特にアルカリ電池、ね、酸化銀電池ではなくてアルカリが、アルカリ電池のボタン電池を使ってると、結構早めになくなりました。ね、だからそういったところでボタン電池がね、やっぱりこう、使ってるとですね、ランニングコストが高いわけですよ。だからやっぱり学生時代はこのですね MD4 を仕事でね、アルバイトで毎日使ってましたのでね、そしたらMD4 を学校につけね、つけたまんま学校に行くことも多かったんですけど、ただやっぱり学校のですね、授業とか、例えばそうですね、実習というのはあんまりないんですけど、課題があってですね、課題の写真を撮ってくるときはですね、このボディ単体で電池をね2個入れてボタン電池を入れて使うこともありましたね。だから仕事ではほとんどね、モータードライブ MD4 をつけたまんまの F3 がメインでした。だから時折学校の課題とかを取るときにこのボディ単体で使うような感じでね。で当時はね FM2 はね買ってたのかな。学生2年目の時は買ってなかったような気がするな。 FM2 ね、 FM2 もねメカニカルシャッターだからね欲しかったんですけどね、そうそうね、学生時代はお金もないので、ね、欲しいけど買えなかったんじゃないかな。だから確か F3 を単体で使っていたと思います。はい。しかしね、先ほどもこのね、電池ケースをお見せしましたけどね、劣化するんですよね、やっぱりね、プラスチックね。この当時のものね。はい。なんかもうね、やっぱりこう、時代というかね、こう、時の流れを感じましたね。さすがのニコンもね。ね、経年劣化にはね仕方がないというところも、ただこのボディ本体に関してはねあまり劣化するところはないんですけどね。でそれでね、今日はですね雑談なんですけど、フィルムカメラの話ですね、ほとんど今日もね。でそれでですね、このレンズご覧ください。これ初めてね赤山修チャンネルでねこう詳しくご説明をさせてもらえるんじゃないかな、これな。もしかしたら何回か出たかもしれませんけどね、確かね私の記憶にはねあまりこれをじっくりとお見せしたことはないんですけど、ないと思うんですけど、これね傷だらけで塗装がね剥がれてるでしょ。これね AI ニッコール 50mmF1.4S なんですよ。でこれは今の私がですね初めて買った F3 に関しては手元に残ってないんですけど、このレンズは私が高校生の時にね、親に買ってもらった F3 を買ってもらったんですけど、その F3 にこう付属していた標準レンズなんですよ。でこれはだから学生時代ね、写真学校に行ってですね、課題は大体この標準レンズの 50mm を使うんで、でこれをつけっぱなしにしてね撮ってましたね。でこの塗装はね、私がね大体汗かきというところもあるし、あと海辺ね、海辺山陰の海辺に住んでましたんで、海水とかのね塩分が多いんですよね。それで、ほとんどねこれ毎日のように使ってましたので、ペイントがですねいつの間にかどんどん気泡ができてきてね、もう、その代わり、もう何年も使った後ですよ。もう十何年使ってからの話なんですけど、こう塗装が浮いてきて、それを爪でこうやって擦るとね、
パリパリって言ってね、剥がれていたんです。でそれでこのようなね下地が見えてしまった。これね比較的ね私もねこう汚れたレンズだとね、気持ち悪い部分があるじゃないですか。でだからまあ無水エタノールとかを使って、塗装が剥がれない程度にねこう回数は加減したんですけど、拭いてですね綺麗にはしてたんですけどね、最後はこう塗装がですね何がしか腐食してしまってですね、このようになってしまいました。 でもねこれねほら中をほら繰り出すと中全然ね塗装が傷んでないでしょ。このフォーカスリングのですね、私の手が触れるところに関してどんどんこの塗装がですね剥がれていってしまいましたね。でもこれね未だにね光学系もね細かい擦り傷はありますけどね、ほとんど問題ないぐらい使えてしまうんで、でこれね一度息子にねこう譲ってたんですよね。でもなんかこう普通チタンにつけてねこう譲ってたんですけど、たまたまね息子もねこう動画ばっかり撮っていて、で普通チタンほとんど使わずにね境港のね家に住んでるんですけど、境港もね湿気の多いところなんでね、部屋が特にまた湿気がね高いところに住んでたんですよね息子がね。でそれで革ケースに、革ケースにこのレンズがついた F2 チタンをね、革ケースって言ってもカバンですよ、カメラバッグのカバンね、革のねカバン、それごとねカバンごとカビ生やしたってね。で当時私が境港に住んでたんで別にね取り返すつもりはなかったんですよ、ね、でも一回持って帰ってメンテしないとこれまずいわと、ね、表面がもう本当にカビがいっぱい出ていましてね。でその時の F2 チタンもね、今うちにあるんでお見せしますけどね、これがね外観がもうめちゃくちゃカビだらけになっちゃったで、それで息子もねそんな気はなかったんですけど、仕方ないですよね。でだったらじゃあ頼むわっつって言われて、持って帰ってそのまんまね今 F2 チタンはうちにあるんですけどね、当時彼にこれ渡したね私のですね1本目のニッコールレンズだったんですよ。でそれでこれ最近ねこのカニの爪、この絞りのですねこのほら 5.6 のところのですねこのカニの爪って言ってますけど ねこの連動装置、連動爪ですね、この連動爪を私素人細工でねこれ外してたんですよね。そうしたらねほとんどね使ってない証拠ですよね。でこれね本当はこのカニの爪を外すとこの化粧ネジがね、そもそもついている化粧ネジだとビスが長いんですよね。それをこの爪を外してそのまま同じビスをねねじ込んでしまうとこのリングのこの外周部分でない中のところにまでそのビスの先端がね行ってしまうんで引っかかっちゃうわけですよ。でその状態だったんでね、しまったこれまずいわっていうふうにね今更ながら思いまして、で昨日ですねこのカニの爪は1個だけうちに余ってましたんでね、残ってたんで、でそれをですね取り付けてみたらもう快調に動くようになりました。でこれね直子さんのね精密ドライバーを借りてねやったんでね、うまくできましてね、今ね気分上々です。今元に戻ってくれたと思ってね、もうこれね本当高校時代にね買ったものなんですよね。これが未だに生きている。たまたまね大きな傷をつけたりぶつけたりしなかったんでねよかったんですけど、これもね映りはね多少レンズに曇りがあったりとかするかもしれないんでね、こう落ちてるかもしれませんけど、今遊ぶのにはねもう全然問題がないんじゃないかなと思います。本当はね息子に使ってほしかったなっていうふうに思ったんですけどね、今残念ながらその一回これ表面にか本当にもうものすごかったですよ。もう白いカビみたいなのがねついてね、これ大丈夫かよと思って、で中まで行ってるんじゃないかなと思ったらね中まで行ってなくてよかったんですけど、このねアイピースなんかね表面ね蜘蛛の巣みたいな感じでしょ。だからね本当にこれねやばいな、もうカビのね、菌がね残ってしまってるんじゃないかなって当時は思ったんですけどね、何度もねこう綺麗にね掃除してねなんとか蘇ってます。で今こちらに来てねこう湿気の高いところでないんでねカビが再発はしてませんけどね、もうとにかく毎日ね家のねこう部屋の中にもう出してあるんですよね、ほとんど。だからそのまんまねこう全然カビも進行せずにもう未だにねこう使えるような感じで元に戻ったんでよかったんですけど、これはね息子にもう一回渡そうかなっていうふうに思ったんですけど、息子にはねニコン F3 を渡しました最近ね、ニコン F3 と FA かな、ニコン FA
があのこっちにあったんでね、それを送ってですね今渡してますけど、ただフィルム撮影ほとんどしてないんじゃないかなと思いますね。あの今ですねあの息子には Z30 を渡してまして、ほとんど彼はね動画撮影なんでね、まあ、Z30 であの自分の好きなですね映像をですね作っていると思うんですけど、ただフィルムカメラはねどうしてもね欲しいっていうふうにねあの普段から言ってましてね、まあ、ただなかなかねこう例えば F2 チタンの時にそう思ったんですけど、まあ、F2 チタンをね渡した時は私境港にいたんで手取り足取りね話をすることはできたんですけど、ただお互いに忙しくてねあの細かい説明ができてなかったんです。でだからあのこのフィルムカメラでね皆さんねあの古い方はね皆さん当たり前ですよ、あの、ね、古いというかこのフィルムカメラを実際現役でねお使いになってた皆さんね、このチャンネルご覧になってる、ね、大先輩たちにねあのこう多いと思いますけどもね、あのこのですねフィルムを装着する方法自体がまずわからないですね。こうやって裏蓋を開けます。そしたら F2 使ってる人なんか当たり前ですけど、この裏蓋開閉キーをね、こうやってね、ね、ひねって半時計回りに回して裏蓋が開ける。それでフィルムね、今実際パトローネが今ないんですけど、ね、フィルムのパトローネをこちら側向かって左側に入れて、でフィルムのベロ先端部分をスーッと引っ張って、ね、スプーンに差し込みますけど、ただねこれね F2 の場合だとそのやり方だとちょっとやりにくかったりしますよね、まあ、かなりその先端部分をバーッと出してですね、ね、たるませてでこのスプールに、ね、差し込んで、ね、しっかりと、まあ、抜けないように気をつけて、このスプロケットのこの歯車にパーフォレーションの穴を合わせてですね、でたるみを取ってこの巻き戻しクランクで、ね、フィルムをたるみを取って、でそれで、ね、しっかりと、ね、あのこう装着できたなっていうふうに、ね、思って裏蓋を閉めるか、もしくは完璧にいくんだったらば、ね、このスプールがしっかりとフィルムが巻き取ってるかなっていう、ね、フィルムを巻き取ってるかなってところまでこうちょっと、ね、こう巻き上げてみて確認して、まあ、極端に言ったらもう、ね、手巻きレバー一回回して、ね、完全にスプールに、ね、2個の場合逆回転に、ね、こう巻いていきますんでね、順巻きでなくて逆巻きですからね、でしっかりとこう入ってこのスプロケットの歯車にパーフォレーションがはまってるかどうかを確認して裏蓋を閉めます、ね、それであとね空回りがあっちゃいけませんので、必ず巻き戻しクランクはこのように私の場合ノブを ね引っ張り出しておきます。でそれで、ね、シャッターを、ね、フィルムのカウンターが1以内まで巻き上げていって、今当然フィルムが入ってないんでこの巻き上げ、ね、巻き戻しクランクは連動してませんよ。しかしフィルムが連動して巻き上がってると、これがくる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 って回っていくんです。でそれによってフィルムがきちんと吸装されてるかどうかを確認する、ね、それがあの基本的なところだったんですけど、なかなか息子にはですね簡単にそれをね電話とかでねこう教えることがちょっと難しいですよね。それがねあのちょっとこうニコン F2 とか F3 とかニコン F とかのね厄介なところなんですよね。まあ、私なんかそこら辺はあのこう高校時代にね初めてねニコン F3 をですね手に入れた時に、ね、もう失敗しましたよ幾度となく、ね、フィルムをねまあ、これは今 F3 チタンですけれども ねこう裏蓋開閉ロックを当時外して、ね、巻き戻しクランクをね持ち上げて、ね、さらに引き上げると裏蓋が開きます、ね、では裏蓋を開けてです ねフィルムの、ね、パトローネを向かって左側に入れます、ね、それで、ね、フィルムの先端部分をピーッと引っ張って、ね、このスプールに差し込みます。それで、ね、裏蓋を閉じてあのそれで巻き戻しクランクがきちんと連動しているかどうかを確認しながらフィルムカウンターが1になるまで巻き取ったんですけどね、まあ、でもこれねあの私の古いですね赤間衆チャンネルのね動画があるんですけどね、実は私はあの MD4 を使う時にはね、まあ、今ちょっとフィルムのねあのこうテスト用がないんでね実際お見せできないんですけどね、まあ、もしもねよろしかったら昔の古いねあの赤間衆チャンネルのね動画をご覧になっていただければねあのもうお分かりになるんですけど、短い動画ですけどね、この、ね、F3 の裏蓋を開けてですね、このスプールに、ね、フィルム先端部分を最初に突っ込みます。私の場合。で、突っ込んで、スーッとパトローネをね、ね缶を、ね、フィルムの缶のことパトローネって言いますよね。パトローネをヒーってですね、引っ張って。で、パトローネをこの向かって左側のフィルム室に入れます。で、その時、たるみ取れますから、たるみが。で、その際に必ずこのスプールにですね、
のこの下の部分にフィルムの下の部分、ね、がくっついてるかどうかも確認して、平行にね保たれてるかどうかを目視で確認してですね、でそのまんま、ね、そのまんまですよ、ね、パタンと裏蓋を閉めて、ね、モータードライブでバシャバシャバシャっていうふうにね、ね、あの送っていってフィルムカウンター1にしてですね、その際に巻き戻しクランクは絶対に回ってるかどうかを確認しますというねやり方で報道の時に仕事してまして、で私それはねある意味邪道だっていうふうにねおっしゃる方があるんで、あんまり皆さんにはお勧めしませんけど、それで 100% 仕事してました。でそれがね一番ねあの F3 の構造上ねやりやすかったんですよ。でそれでねニコン F2 とか F に関してはそのやり方がやりにくいんです。それはただこれもね、私が間違ったことを言ってるというふうなことをもしもお気づきの方があればまたコメントでねいただければと思うんですけど、 F3 の場合にはスプールにここにねあの穴がありますけどね、ここにスプールにフィルムの先端部分を差し込んで、ね、反対側の方に突き抜けないんですよ。これ F3 は中でしっかりと噛んで止まってくれるんですよ、がっちりと。だからね、フィルムの先端部分を先っちょに突っ込んで、このスプールに先っちょ、フィルムの先っちょをですねスプールの穴に差し込んでがっちりと止まるんで、そのままスーッと引き出してね、ね、あのフィルムがたるまないようにしてパトローネをフィルム室に入れることが可能だったんですよ。でところがね、ニコン F2 の場合にはそのスプールが先端が突き抜けてしまうと思うんですよね。というかその止まりが悪いという、ちょっと言い方 が悪いですけどね。でだからちょっとここに突っ込んでスーッとね出すっていうのがねやりにくいんですよ、私にとっては。だからちょっと F2 の場合にはちょっとその同じやり方だとやりにくいのかなっていうふうには思ってますけどね。あとスプールのこの穴自体が少ないんじゃないかな F2 は。これもちょっと私ね酷使してないんで F2 ね、皆さんごめんなさいね、間違ったこと言ってるかもしれないよ。このね F3 のスプールのこの溝の方がねこう穴が多いと思うんですよね。だからそのようなやり方で 100% 私はしようとしてました。でほとんど失敗ないです、はい。で そしたらすごくね早くフィルムのですねこう入れ替えができたということでね、でそれで MD4 を活用してましたね。やっぱりねこれの思い出で言うとですよ、高校野球のね地方大会の開会式などの時にねこうフィルムでね、ね各そのねかな高校の野球部のね、入場行進があるんですよね。で入場行進を36枚撮りのフィルムを入れてですね、まあ、撮っていたんですけど、その時は必ず F3P は2台でしたね。2台持ちで。で、36枚撮りを、それぞれに入れてるんで、まあその時撮れるのは72枚まで撮れますよね。で、それで、36枚撮りをですね、まあ大体球数、残りの球数を考えながら撮っていくんですけど、まあ場合によって36枚ギリギリまで撮り切ってしまうと、ね、フィルム交換のね、暇がないんでね。まあ一応、あれですよ、1台目のカメラ。を使って途中でなくなればね当然2台目のカメラにすげ替えることでできますよ。ところがねそしたらもう2台のカメラ全部のフィルム使ったことになっちゃうじゃないですか、ね、だから必ず1台目の、ね、カメラを、ね、使い切ったらフィルムを使い切ったら自動巻き戻しで巻き戻しはしとくんですよ、ね、でだから2台目のカメラを構えてる瞬間にはもうジーって言ってねこの MD4 がもう巻き戻しをしてくれてるわけですよ ね。それで2台目のカメラに、スイッチしてそれで撮ってました。でだからなんかね今のねデジタルカメラでいうとね36枚しか撮れないってことはありえないんでね、そういった時代をね懐かしいとさえ思いますね今ね。うん、だからなんかこう MD4 というのは自動巻き上げというよりは自動巻き戻しが仕事の現場ではすごく重宝してましたね。ほんでねあとね MD4 でねこう今思い出したのはねまあ、スポーツ新聞社さんでね、私、専門学校の2年生の時に仕事をさせてもらってたんですけど、その時に、そのスポーツ新聞社のカメラを借りていたという、ね、事実はあったんですけど、借りていたカメラはニコン F2 のアイレベルファインダー、ブラックでした。ね。それで、ね、当時はスポーツ新聞ですから、ね、このボディ単体ではね、ないんですよね。こう、今ね、実物がうちにないんで、ね、ないんでお見せして ね皆さんにお見せすることはできませんけど、モータードライブ MD2 というねモータードライブがつけっぱなしでした、私が借りてるカメラは。
それでね、ちょっと製品名がはっきりわからないんですけど、裏蓋もね、自動巻き戻し、自動停止用の、この右のですね、裏蓋のところに指当てがついてるものがね、こう、付属してましたね。で、だからもうそれはもうモータードライブをつけっぱなしで使えというようなことで、そのまま F2 のモータードライブ付きを対応してもらってました。で、それでね、これも実物がないのでね、ちょっとね、皆さんにね、私の記憶だけで、その当時のことをお話しましょうか。ね、MD2 はね、自動巻き上げはできるんですけど、当然自動巻き戻しもできます。でね、自動巻き上げをするときに、36枚ドルのフィルムをですよ、ね、例えば使い切ってしまって、モーターの力の余力が強すぎてね、まあ、たまに切ってしまうことが、まあ、あるわけですよ。フィルム自体を、カメラの中で。で、そのフィルムをですね、こうカメラの中で切れないようにするためにですね、自動逆算カウンターが、この MD4 にもあるんですよ。それで、一般販売されているニコン F2 用の MD2 は、だいたい36枚がだいたいリミットで、ちょっとこれもね、間違ってたらね、また教えてくださいよ、皆さんね。36枚が最高で、36枚取り切ったら、そこで自動停止するようになってたんですね。普通の MD2 はね。で、私が対応していただいた MD2 に関しては、そのリミッターが、調整して、もう効かなくなってました。で、それが当たり前だったんです、私にとっては。で、それで、だからね、晩年ね、MD2 を手に入れた時に、あ、36枚で止まるんだって思ったんですよね。で、だから私が借りたですね、MD2 に関しては、ね、36枚以上取れる、ね、そのまま取りっぱなしができる MD2 でした。で、それはなぜかというと、ね、理由があるんですよね。それはね、スポーツ新聞社ではね、毎日私ね、そもそも、取材をするという名目ではなくて、ね、暗視作業を、お手伝いするという意味でアルバイトを始めたんですね。で、フィルム現像をね、まず自動現像機にかけるんですけどね、皆さんの、使ってくる、取材で使って、ね、いるフィルムというのは、100フィート巻きの、長巻きのフィルムなんですよ。それを自分で、デーロールという、ね、キングというメーカーさんかな、とかが出してるですね、でそういう100フィート巻きのフィルムを、フィルムの缶、パトローネに一本一本自分が手巻きして、ね、こう巻き取って使う、ね、そういったものがあったんですよ。そのデーロールでですね、36枚以上の、ね、カットが取れる、ね、フィルムを作りたかったわけです。その当時の取材記者の皆さんは。だから、まあそうですね、40枚ぐらい取れるようにね、長巻きをね、さらに36枚撮り以上取れるようにね、してる人も多かったんでね。で、それでそういったことで、で、私が借りたですね、MD2 に関してはですね、36枚取り切っても自動的に止まらないようになってました。だからとにかく、ね、40枚撮りだったら40枚撮りにしてあるですね、フィルムがですね、最後まで撮れるというふうな装置だったんですね。そんなようなね、覚えがありますね。ただ当時ね、F2 はね、あんまり私使いこなしできなかったんでね、ほとんど自分の F3 の MD4 付きのね、カメラを持ち出してね、取材してましたんでね、あまりですね、F2 を使い込んだというね、記憶はないですね。だからやっぱり F2 はあまり知らずして、ね、そのスポーツ新聞社は卒業させてもらったみたいな感じでね。結局 F3 をメインで使うような流れのまんま、ね、そこの仕事は、ね、終えましたね。それともう一つね、これも口頭だけで申し上げてね、その当時のことがね、お分かりじゃないかったらね、なかなかピンとこないかもしれませんが、ね、グリップタイプのストロボ。ニコンの。グリップタイプのストロボってのは、ね、この左横、ね、カメラを構えた時左横にですね、グリップの先っちょに、発光部があるようなタイプのストロボなんですけど、それのね、SB14 というね、スピードライトもありましてね。それもね、本当にね、山陰でね、こう、うちのね、古い家をね、解体するときにね、同時に捨ててしまったようなもんでね、本当は今あればね、皆さんにお見せできるんですけどね、その SB14 もね、報道用でした。それは何かっていうと、ね、それもね、ほんとちょっとしたことですよ。SB14 の発光部っていうのは、一般的なね、SB14 だとね、発光部がね、フリーに動いちゃうんですよ。ロックなく。もう、あちこち、上も向くし、左右もね、首振りする。ね。それが、ね、やっぱりこう、直抱きで、バッツーンとね、まあ、もう報道の定番っていうと、ね、フラッシュをね、正面から当てるじゃないですか。それがね、こう、いろんな取材記者の中でもみ、ね、
こう揉まれて撮影することも多いので、発光部のね、発光部が被写体に向いてると思ったのが勝手に左向いたり右向いたりとかして、ね、動いてしまうことが多い、ね、だから私がそのスポーツ新聞社の備品の中で借りていた SB14 はですね、発光部を専用のニコンが作った金具で持ってね止めてありました。でそれはですね、もちろんその金具自体が取り外しも可能だったんですよ。でそういったものがね、大体スポーツ新聞社が購入した機材はそのような改造がしてありましてね、でそれも私に当たり前だと思っていて、で SB14 をね、こうそのスポーツ新聞社をね、こうあれですよ、やめてですね、社員に戻った時にね、 SB14 をねたまたまカメラの北村で手に入れたらね、発光部がフリーに動くんでびっくりしたことがありましてね、あそうなんだと思ってね、そういうですね、報道の仕事用にですね、ね改良というか改造されているようなね備品でした。このね F2 の MD2 もそうでしたしね、スピードライト SB14 もそうでしたね。だからなんかこうね、いろんなね、この当時のものをね、手にしてるとね、いろんなことを思い出しますね。まああとそうですね、300のニッパチのねじ込みフードとかね。で300のニッパチのねじ込みフードは、まあ、これもねお話だけで申し訳ありませんけど、現物がないのでね、300のニッパチの旧型ね、私が高校時代とかね専門学校時代に、その当時に売っていた300の 2.8 は、ね、大口径で122mm径の直径の前玉でした、ね、すごくでっかい、もう一番前の先端部分がね太いね、キノコのような感じのねスタイル、それがまあある意味その当時かっこよかったんですけどね、そのです ね先端部分の 122mm径のフィルター径の外周の部分に内蔵レンズフードがついてるわけですよ。引き出しができる、それがねなんと浅かった、浅すぎたんです。浅すぎたから逆光の時などにね、こう前玉に光が入りやすいんですよね。でそれでニコンは当時ね、ねじ込みのね300のニッパチ用の 122mm径のね、削り出しのねじ込みのフードをね売ってましたね。それ今でもね覚えてるんですけどね、当時消費税がねかかったかどうかの時期だったかどうかちょっと忘れたんでね、消費税がね税抜きだったのか税込みだったのか分かりませんし、消費税がなかったのかもしれませんが、その時ね2万5000円でしたね。でちょうどね300のニッパチがチリメン塗装のね艶消しのねかっこいい塗装なんですよね、この F2 チタンのようなね、それでそれとですね同じようなですね塗装が施してあってね、太いですね122mm径のね削り出しのねアルミ合金でできたレンズフードがありました。でそれはね私ね今でも所有しているんですけど、まあ、ただそれはね息子にね400mm の 3.5 400mm の 3.5 と一緒にね渡しています。本当はねそういったものもあればね、別にじゃあ特別なものをお見せしてどうのこうのってわけじゃないですよ。実際そういうですねレンズフードが浅くて困ったような時代にね、一部限定でニコンはまあ試作品みたいなもんですよね、そういったものを作っていたと。でそれで後にですね300の 2.8 はエクステンションフードのタイプになります。でそうなるとそのですねねじ込みフードを使わなきゃいけない300の28の時代ではないので、ね、内蔵フードがね浅いは浅いんですよ、新型の300の28も。しかしその先端部分にエクステンションフードの HE4 というものをつけて、ね、先端レンズフードの先端を長くして使うこともできました。だからそういうですね時代のねこう遍歴というのもね思い出しますね。だからね実際こんな話聞いてもね面白くはないと思いますけどね、ただ今のねやっぱりニコンに至るのにあたってねすごいねやっぱりこう機材がどんどん進化していましたね。まあ、ただエクステンションフードに関してはねキャノンさんの方が全然早いんですよ、ね、キャノンさんがねニュー FD レンズ、ね、キャノンニュー F1 の頃にですね白レンズをねその当時から出してるんですけどね、もう当時から内蔵フードは浅いんだけどエクステンションフードがね付属してましたね。だからキャノンの方がねニコンよりね先進的というかね進んでましたね。だからニコンは後追いをしていた形かな、ある意味ね。そんな感じでしたね300のニッパチもね。でそれでまあエクステンションフードがつくようになったのはね、一番初めのねエクステンションフードは300の F2 という超大口径の望遠レンズでした。それは HE の1というねすごい太いですね、122mm よりでかいですからね、
160ミリぐらいじゃないかな。ちょっとこれはっきりね、私もね数値は覚えてませんけどね、持ってませんでしたからね、あの160ミリぐらいのねこう前玉だと思うんですけどね、それにあの先端につけるね HE の1というのがね一番最初のニコンのエクステンションフードでしたね。でエクステンションフードの2HE の2はですね200-400-4というレンズが当時ありましてね、それ用でしたね。それはなんで知ってるかっていうとね、スポーツシームシャン1本あったんですよ。でそれで HE の2がついてるんで、あそうか、これがエクステンションフードかと。で当時はスポーツシームシャンはねエクステンションフードのない 400mmF3.5S というレンズがあのメインのレンズで、それで巨人戦を撮ってましたね。でそれでほとんどね、でもねナイターとかを撮るカメラマンたちはねレンズフードにねあのエクステンションフードがなくてもね全然大丈夫だったんですよ。もうそんなね強い逆光がそんなないし、でしかもその当時ですけど 400mm3.5 はねある程度の話なんですけど逆光にもねそんな弱くはなかったですからね。まあ、ただまあ、あのそうですね、スポーツ新聞社のねあの備品などはでもほとんどね当時 L37C というね122mm径 の, あのレンズフィルター、保護フィルターというかね、あのこう紫外線をカットするフィルターなんですけど L37C というのはカラー用って意味ですけどね、で L37C というねこうフィルターがつけっぱなしでしたね。だからねこのそのフィルターが、ね、ある分ねよりねレンズフードが浅くなっちゃうんですよね。でもほとんどねスポーツ新聞社の先輩方はねあんまり気にせずにねそのまま使ってましたね。まあ私はねオタクですからね、どうしてもね逆光で気になるだなんてね変なね知識ばっかり持ってましてね、それでこうなんかね 300mm のニッパチのねじ込みフードも買ったりとかしてましたからね。まあでもなんかいろんなものがありましたね。それとあとねニコン F の動画をね出した時にもね私のね先輩にあたるね視聴者の皆さんだと思いますけどね、いろんなことを教えていただきましたね。やっぱりニコン F の F モータードライブ F36 はこうだったよとかね。私ねニコン F のね F36 はね知らないんですよね。本物はもちろんね所有してる人が何人もいたので、まあ見せてもらったことありますけど作動させたこともあんまりないですね。だから実際この間もねこうコメントでねこのような感じだったよってねこう簡単にですけど説明なさってねくださった方がいらっしゃってね、あニコン F のねモータードライブ F36 はそうか、裏蓋がね開かない、まあ開かないっていうのはねパチンとこう F2 みたいな開かないってことですよ。でこれを外してね、ね裏蓋を外してねフィルムを交換するんですけど、ねモータードライブ F36 はねこれ自体がモータードライブがついているものでそれをはめ込んで使うものでね、ねフィルム交換をねやっぱりこう器用にねその F36 を使ってらっしゃるような時代のねプロはねこうフィルム交換をなさってたんだなというふうにねこう想像しますね。まあでも想像するけれどもねどんな感じの手間をねうまくねこう何かな慣れて克服されていたのかなっていうふうにねちょっと想像がつきにくいですね。うん、やっぱりモータードライブ F36 をね買おうとまではね今は思いませんけどね。あそれでねモータードライブ F36 は今のそのまあ今というかこれの F 以降のニコン F2 とか、ね、F3 の MD2MD4 のようにですねどんな個体にもねその簡単に取り付けができないらしいんですよね。あのこれもまあ詳しいお方ねもしも間違ってたらまたね教えていただければと思うんですけど、ニコン F のねですねこのね裏蓋を外してですね外してこの底にプレートがあるんですよ。これねこの底のプレート自体をモータードライブ用の部品に入れ替えて、でかつね一個一個のモータードライブの個体をねこのカメラのこの本体に適合するようにサービスセンターで調整をしないといけなかった、ね、そういう手間があのかかったらしいです。だから私のこのニコン F にモータードライブ F36 を中古で買ってきて取り付けて作動させることは多分できないと思うんですね。これねモータードライブ用じゃないですね。ね一個一個の個体をね調整しないといけないというねそういった手間も考えるならば、まあ、これはもう完全にモータードライブは使えないものだと思ってねまあ買ってます。その知識はねあの私もあったんですよ。まあでも実際でもこのニコン F はねヤフオクでね一番最初に手に入れてねですねあの結果的にはですね F2 チタンは結構使ったんですよ、ネガカラーフィルム入れてね。でも F は
この、ね、裏蓋をとっかえひっかえするのがね、私はねあんまりね好きではなかったので、ね、まあ、そしてまあフィルムもねネガカラーを楽しんだような時代というのはね、まあまあね本数も使ってましたんでね、だからフィルム交換も考えるとちょっとね現場で手間だなと思って、あ、ただあれですよ、仕事には使ってませんよ。ほとんどネガカラーのフィルムは自分のプライベートの趣味で使ってましたからね。仕事で使うときはたまにね、あの地元の新聞社で少年野球をね、あの撮ることがあったんですけど、それはほとんど F3P とか F3 で使ってましたからね。あと F5 で撮ってましたからね。だからまあほとんどニコン F を使うときっていうのはまあ趣味だったんですけど、まあ、ただこれもねやっぱりね工芸品的な価値として欲しかったんだろうな。まあ、このやっぱブラックボディがね、で特にあのニコン F のね、あの動画でもお話をしましたけどね、私は個人的にニュー F が欲しかったんです。あの古い時代の F より。でこれはあのね、あの前の動画でもお話ししましたけどね、ね、あの古いタイプのニコン F がね、あの決してね、あの良くないからとかいうことじゃないんです。あのやっぱりその新しい時代に合わせた巻き上げレバーのプラアテだったり、シンクロターミナルのネジ切りだったり、ね、あとセルフタイマーの、ね、レバーの先が先端部分がプラスチックだったりとかいうところで、まあ、F2 にニコン F2 に寄せてあるわけですね、仕様が。でだからまあ一応最新型の F として、まあ私が勝手にあのこれはですね、あのこう価値観を決めてる話なんですけど、まあ、ある程度新しい時代に即したカメラにしてあるというふうなところで、ただこれをね、あの言いながらね、あのこのような話をするとまたね中途半端な話になっちゃうんですけどね、ただニコン F の作りが良かったって言われてるのは初期型だったりする話はよく聞きますね。それはやっぱりカメラのね根本の作りが良いんでしょうかね。であとはまあこのニュー F の場合は接眼窓が丸窓ね、初期型のニコン F は四角窓だったのは私も知ってますね。その辺の違いはね、まあ、知ってたんですかね。あとまあね、細かいところがね、ニュー F とあの、ね、古い初期型のニコン F とはね、違いがあるんでしょうね。まあだからコレクション的な価値で言うと、決してこのニュー F がですね、格上というふうなことはね、皆さんね、あの誤解なさらないでくださいね。まあ、単に私はですね、新しい時代の操作性とかに合わせたニコン F が欲しかった。で、しかもブラックボディが。ね。で、これはね、あのそういったことでオークションかなんかで手に入れたもんじゃないかな。あと何台もね、ニコン F、私もね、大体好きですからね、手に入れてたんですけど、まあ結構綺麗なものはね、あの、こう、親しい方にね、こう、どうしてもニコン F が欲しいっていう方もいらっしゃってね、もう譲ってしまいまして、うちにはこのニコン F と、もう一台、中期型のね、もうボロいブラックボディしか残ってません。まあでもこのね、ニコン F もね、これは、あの、手に入れた当時からね、傷が入ってるんですけど、このペイントが剥がれて真鍮が見えてるっていうところもね、すごくね、気に入ってるんですよね。これもね丁寧に使われてたみたいで、まあ、多少ねエクボはありますよ。あの先端が尖ったものでついたような跡はねありますけど、まあ、これは私がエクボつけちゃった。これねアイレベルファインダーのここね、これは私がなんか適当にカメラバッグに詰めていたので何か尖ったものが当たっちゃったんですね。これは私のせいですね。これね前のオーナーの方はね結構使い込んでいらっしゃったようだけどね、まあ丁寧に使っていたということですよね。であとね、あのニコンのねこのニュー F の違いっていうのは、まあ、まだまだね知識が豊富な方はねいっぱいあるよっていうのをおっしゃると思いますけどね、もう一点私がねパッと今気がつくのはこの F マウントの留めネジがプラスネジ、これね古い F はねマイナスネジみたいなんですよね。だからこのプラスネジっていうのもね私はなんとなく好きで、ね、このニュー F を手に入れるね一つの理由でしたね。まあ、しかしね、あの話もね大体長くなりましたからね、まあ、大体ニコン の, あのカメラの話の中でね、まあ、塗装の話みたいなことをねちょっとしましょうかね。でこれはねあの最近あの X あの、ね、旧ツイッターでもですね私つぶやいたりとかして、ね、結構親しい方と、ね、盛り上がったりとかしたんですけどね、やっぱりね、まあ、ZF の、ね、スペシャルエディションとかでもう仮になかなか出ないとは思いますけどね、まあ、出てくれるならばねこのね真鍮ボディのようなこういう使い込んでいくとねペイントが削れて下地の金属が見えてくるような素材で作ってもらうとね嬉しいなと思うんですけどね、まあ、でも今の時代ねミラーレスでねそれを実現するのはねまあ現実的ではないのかもしれませんね。やっぱりマグネシウム合金で作るのがね現実的なのかな。でもこれねあの、まあ、これは私がここまで使い込んだね
あのカメラではないので、ね、自分の、歴史ではないんですけどね、ニコン F2 チタンとかね F3 チタンは結構使いましたよ。あのね、ニコン F3 チタンはですね、まあ、実際今お見せしますけれどもね、これねありますよね。これも私が使い込んだんですけど、この角のところがねだいたい当たるんですよね、いろんなものに。でそれであのこうめくれてくるんですけどね、これはねチタンはねこのような感じで下地が出ますけどね、これね塗装がね実はねあの古いものとね新しいものでちょっと違いがあるんですよね。それはね削れてみて分かったんですけど、これはね比較的ね新しい時代のチタンの塗装なんですよね、これね。でところがね、ニコン F3P の一番私が初期型で一番最初に買った時代、まあ、これね今ねあの壊れてしまって製造番号がね変わっちゃってますけど、部品が変わってね900-4232というのが、ね、私のね一番最初の F3P だったんですよ。4232番。その時代はこのチタンの塗装が弱くて、ちょっとねあのレンズのねこのマウントの、ね、この、ね、バイオネットが当たっちゃったんですよね、レンズ交換の時に。そしたらガリッと剥がれて、そこから連鎖的にバリバリバリって剥がれていきましたね。だからこの F3P のファインダーがね一番剥がれてますね、まあ、ただこれがねかっこいいですよって私が言いたいわけじゃないですよ。まあこれね当時ねうわーみっともな、まあこれよりまだねこうひどくなかったんですけど、うわーせっかく買った F3P がねあのこう塗装剥がれちゃって悲しいなってね思いましたね。江戸川の河川敷でねリトルリーグのね撮影してました、その時にね。で望遠レンズのねあの400-3.5をねスポーツ新聞社で借りてね、でその当時はね新聞紙面の仕事じゃなくてね、リトルリーグのねこう情報誌みたいなものをねこうなんかねタブロイド版で出していて、ね、それの取材だったんですけど、その時にね300-2.8か400-3.5をね三脚につけて使うんですけど ねレンズを三脚に取り付けてるわけでしょ、ね、でだからね三脚に取り付けたレンズをレンズからボディを外すんですよ。ボディを外す、でボディを外して、ね、あのこれにこのボディ外したボディに80-200とかを付け替えて、ね、使うんですけど、その時にね慣れてないもんですから、ね、三脚に固定してある400-3.5 の、ね、このリア部分マウントにここ当てちゃったんですよ、ね、ここをね。それで剥がれちゃってね、すごい悲しい思いしましたね、現場でね。二十歳のねあの赤山少年はね本当になんか買ったばっかりの F3P をねあの3日ぐらいで傷つけましたね。そんなねもう本当にね F3P をね苦労して手に入れたって話はね動画で話しましたけどね、買って3日で傷つけちゃいましたね。本当そんなね思い出があります。その時のファインダーです、これは。それがどん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 削れていって、それで話は戻りますけど、チタンのファインダーの塗装もね、これは私の、 あの推論ですからね、邪推ですからね、どうやらあの、ね、ファインダーの、ね、塗装が後半戦では良くなったみたいで、ね、あんまりほら広がってないでしょ、このほら剥がれ部分が、ね、同じように使ってますよ、まあ、でもねこの F3 チタンの、ね、塗装はねあの良くなってます。で当然 F3P の後期型も塗装は綺麗になっ、あの、まあ、なかなか剥がれにくくはなってると思います。でもやっぱりねチタンは塗装のノリが悪いようですからね、どうしてもこのように、ね、なってきますね。これが、ね、塗装がある程度新しいバージョンの F3P です ね。ここもね最近ねエクボつけちゃいましたね、なんかついちゃって、ね、でこれねほら飛躍しご覧ください皆さん、こんだけ初期型の、ね、F3P の塗装との剥がれ方が違うでしょ、ね、だからそんなようなことでね、まあ、塗装、まあ、ただこれをねお話しした、ね、理由というのはね、あの ZF のスペシャルエディションでこんなカメラがね出てほしいというふうなカメラの話のね、そういったスペシャルエディションの妄想の話の延長線になっちゃうんですけどね、やっぱりねこの時代のカメラというのは塗装がね剥がれてきて自分の、あの実際ですね思い出が刻まれていく、そんなね感じがねします。でだからそれがですねこう長年道具を使っていて、まあただねこれね人手放してね人に売るときは査定に影響しちゃいますんでね、こんな使い方というのはねしたくないというのがね常だと思うんですけど、ただまあ自分がもう手放さなくて、まあ、一生使っていこうという道具として考えたら、ね、このような時代のカメラというのはね工芸品的な美しさはあったんですけど、ね、このようにですね塗装がどんどん剥がれてくる、ね、中で自分の思い出というか、ね、自分らしさがカメラに刻まれていくと
いうようなね、あのカメラの素材だった。でそういったところをね、あのニコンには、まあ、今の時代ねそれがね必要かどうかって言ったらね余計なことになっちゃうんでね、なかなか製品化は難しいと思うんですけどね。でそのようなですね、こう擦れて塗装が剥がれていっても愛着が湧くようなね、あの愛着が湧いて、あの自分のものになって嬉しいような、そういうカメラがねこう現実に出てくると嬉しいですよね。まあこの間 X でね、あの私が話題にしたのはこの F2 チタンですけどね、まあ、これも結構使いました。仕事には使ってませんけど趣味でねいろんなものを撮ってました。で当時はねモデル撮影とかのね、あの講師なんかもさせてもらったりとかしてたんで、その時もねこの F2 チタンを持ち出してね使ったりはしてましたけどね、やっぱりこうね擦れて塗装が剥がれてきますよね。まあ、実際剥がれてみてね裏蓋がチタンなんだっていうことも分かりますよね。塗装がね綺麗だとね全く素材が何か分かりませんけどね。でこの辺なんかほらご覧ください、アイピースなんかはね真鍮ですよ。これ新しい時代の F3 などはねアルミニウムでしたから。でもこのねアイピース自体は、ね、真鍮製ですけど、これは F3 の私の初期型、あの1437227の製造番号で新品買ったんですけど、それに付属していたアイピースが今でも残っていて、ね、ゴムカバーがねなくなってしまって体に擦れてこの真鍮が見えてますけどね。でこんなようなところがね今でいうエイジングというね言い方するんですかね、あのライカの M 型とかにもねあるじゃないですか、今のデジタルライカにもあると思うんですけどね、真鍮製のカバーがついてるようなものがですね、あの新品なのに、ね、あえて、ね、傷や、まあ、傷というか塗装を剥がして、ね、こう使い込まれたようなあの見た目にして売っている、ね、そのようなものもね商品になるぐらいですからね。だからやっぱりねそういうね価値のねあるようなカメラが Z のカメラの中の一種類で出てくるとね嬉しいんですけど、ただまあコメントにもいただきましたけどね、私もそうなんですけど値段が高すぎたらなかなか買えませんけどね。でもそんなカメラが出たらね、こうかつてのニコンの良さというのがね、別の意味で蘇るんじゃないかなっていう風な気がします。まあでもね、本当にこれもねコメントにいただいたんですけどね、まあ例えばですよ、ニコン距離計カメラの SP のようなねあのカメラをね、レンジファインダーで、ね、ミラーレスでね実現してほしいだなんていうね考えを私が申し上げましたので、まあ、ニコンはそれ聞いたら、ね、ライカ買ったらいいじゃないっていうふうに言われるかもしれませんよと、まあもちろんそうなんですけどね、でもそれでもねやっぱりニコンのブランドを使いたいっていうふうに私は思うわけです、ね、もちろんライカがいけないとかじゃないですよ、なるべくニコンを使って満足したいという中でのもうやんちゃな考えかもしれませんからね、やっぱりできればニコンにはそういうメカメカしい、ね、メカとして、ね、触って楽しい、動かして面白い、ね、そういったあのギミックが楽しめるというかね、その機械自体を楽しめるカメラがね今のデジタルカメラにもねこうあったらいいんじゃないかなという気がします。まあ、Z の進化とねちょっと別の、ね、枝分かれになっちゃうと思うんですけどね、まあ、レンジファインダーのカメラもあってもいいしね、こう F2 チタンとかねニコン F のようなこういうですね金属外装の、ね、ミラーレスのデジタルがあったらいいかなっていうふうに思って夢を見てですね、で今日も、ね、これでですね動画を終わらせていただきたいと思います。はい、本当にねもうなんか丸々ね今日も1時間になっちゃいましたからね、皆さん本当にね普段からねもうねこう長時間お付き合いいただいた中でですね、でいろんな思いをですね語ってくださってましてね本当にありがとうございます。また引き継ぎましたね、また今日の動画もですね、内容的にですねこう何かお気づきの点がございましたらコメントをですねいただければ嬉しいです。はい、ね、それではね昨日もニコン、ね、今日もニコン、明日もニコン、明後日も生きてればニコン、ね、赤山修でございました。はい、それでは皆さんさようなら、失礼します。